久保さん農薬ね確かにまあそういう風に言われてみるとそうだなみたいなねうん確かにまあオリ,オリジナルというか農薬イコール悪いみたいなところをこうあそういう風に言われると確かにあの農薬も悪いもんじゃないなみたいなねうん 今回ね、あの夢をちょっと見まして、その、財布がね、なくなる夢を見たんですよ。あ財布がない、財布がないっつってね。うわーみたいな。マジかみたいな。で、財布なくすと、まあ僕、財布の中にクレジットカードも免許証も保険証も全部入れてるんですよね。まあそれ、やめた方がいいと思うんですけど。 でも全部一括のところに入れるとまあ便利なんですよね。でなくすと一番しんどいのが、まあ、お金は稼げばいいんだけども、その免許証とか保険証とかクレジットカードとか、停止したりとかね再発行するのは超めんどくさいんですよね <laughs> で。うわーめんどくさい、うわーっつって起きて。で起きて時計見たら4時44分でね <laughs>、寒いなっつって。<laughs> そう 夢見ましたね財布をなくした財布をなくしましたっていうね <laughs> でこれね財布をなくす夢って確かねなんかサイそう夢占いっていうのがあって財,財布をなくす夢財布をなくす夢についてはよくテレビ番組で遂やられてますこの夢 この夢を持つ意味はお金を欲している、またはお金を使いたい欲が上昇していることを意味しています。はい、そう。こうなんか夢にもなんか意味付けがあるみたいなね。夢、夢。財布が、財布が盗まれる夢は金運上昇。財布をなくす夢は無駄遣いの予兆。 財布を落とす夢は突然大金が舞い込む。財布をトイレに落とす夢は金銭面で良いことがある。財布を忘れる夢は身近な人との別れ。財布を探す夢は変化を求めている。いろいろ意味付けありますね、これ <laughs>。財布をもらう夢は欲しいものを得られる。<う>僕は財布をなくす夢だから無駄遣いですね。まあ、最近でもね、あの、 色々買ってますね、まあ、今度また土曜日に m アマゾンプライムのね、あのー、ポイントアップキャンペーンがあるので、まあ、ちょっと買おうかなと思ったりとか、いろいろちょいちょい,買,い買ってますね。うん。だからこれ、AirPods も買ったしね。AirPods も買ったし、あとハードディスクのあのケースも買って、で、なんだ。あと何買ったかな。あとなんか買ったと思うんですよね。 15万ぐらいを今使ってますね、多分。そう。あ、夢って不思議っすよね。なんなんすかね。夢、僕夢占い好きなんですけど。そう。まあ結構当たってんすよね、これ。誰が考えたんだろうと思ったんですけど。<laughs> うん、そう。なんかこの、夢占いで財布のやつって、その、 なんすか、ね、まあこれも逆説的な話でその財布なんすか普通財布がなんだ財布を落とす夢は突然大金が舞い込むとかも落としてんだけどなんか逆説ですよね夢の中では財布を落としてるんだけども大金が舞い込むとかねそう、うん、財布が盗まれる盗まれてんだけど実は金運上昇とかね なんか逆説っすよね <laughs> そうでもね財布を財布をなくして見つけたでも最終的には見つけたんですよね見つけたらどうなんだろう <laughs> まあいいや <laughs> まあ夢を見ました財布を落としましたっていうね だからまあなんですかね、えっと、なんか、今ね、僕、プロモーションしてるんですけど、ちょっと切り口を書いて、ぼやきっていうのもね、公開してるようにしてるんですよ。まあ、普通だったら、まあ、その販売プロモーションするんであるならば、まあ、その販売の、なんですかね、販売の動画ですよね。1話、2話、3話みたいな、販売促進するためだけの動画ですよね。なんだけども、ちょっとね、 切り口を変えててプライベート感を出出すすぼやきみたいなのをちょっと出してるんですよ、ね、まあこれちょっとテストでねどんな反応出んのかなみたいなその舞台裏みたいな話ですね表舞台も見せて舞台裏も見せるみたいなでどれぐらいの今回売れるのかなっていうのをテストしてまあテスト結果があんまり良くなかったらまあ正常に戻しますけど、うん、まあ僕が生き残ってこれた理由はやっぱ 何すかね。まあそれは購入していただいてる方の意見をまあ6年間聞いてきて、やっぱ僕らしさですよね。僕にしか出せないような動画がやっぱフックになってる部分っていうのがやっぱあるなっていうのがあったんで、今回は最後のセールスですから、うんその僕しか出せないような人間味臭いというか、それっぽいみたいな。 なんかインターネットってなんかその、まあ、直接会わないのでなんかその親近感がないというか、まあ、テレビの向こう側の人みたいなのあるじゃないですかでそれをいかにこう近づけていくのかって結構大事だと思うんですよねうんまあいろいろやっていきますいってらっしゃい